武漢市では中共ウイルスの感染が拡大しているとして多くの店舗が休業を余儀なくされています2日武漢市の2つの居住区で封鎖解除を求めて住民らが抗議しましたネット上に投稿された動画によると11月2日の夜武漢市の中国鉄道建設国際居住区と西山区の居住区で住民による抗議デモが発生し 封鎖解除を求める住民らがフェンスを開けて外に飛び出しましたその後居民委員会は感染者が出ていない集合住宅は封鎖を解除すると通達しました住民らはまた PCR 検査用のテントをひっくり返しましたこのほか感染外のある店主は店の周囲を囲っている鉄板を切り開きました武漢市民によると武漢市では多くの居住区が封鎖されていますが消灯委員会死灯委員会 区当委員会、街道事務所などは封鎖されていないと言います。以前のように、居住区が封鎖されると、外に出ることができなくなります。感染者が出たら、その建物全体が連れて行かれて隔離されます。食品はネットで買えますが、値段が上がっています。一部の居住区は住民らが自らの力で封鎖解除を勝ち取っています。臨界点に達すると、我慢できなくなるのです。 市民によると最近多くの居住区が次々と封鎖され高岸区では1日から全域で封鎖管理が始まり強行区ではすでに20日以上封鎖が続いています一部の居住区は封鎖が解除されたものの多くの道路では人影を見ることもできません昨日の午後に封鎖が始まりましたが午前中に食品を買っておくよう知らされました封鎖は日常茶飯事になり、 PCR 検査も毎日しますしないと違法だと言われます政府は権力がありやりたい放題です武漢市民はゼロコロナ政策は市民を統制するための当局の手段になっていると考えています封鎖期間中市民は安心して暮らせないのに対し腐敗官僚は封鎖を金儲けのチャンスと捉え国難に乗じて大儲けしていると言います 今回の封鎖で隔離用の板を設置する人が1枚の設置で160元もらえると言っていました PCR 検査も今後有料になるそうです病院に入院すると付き添いの人は毎日 PCR 検査をしないといけませんが毎回16元かかりますさらには検査サンプルを1人ずつ保管するのではなく20人分を一緒に保管しますそうするるとと人が陽性になると 残りの19人も連れて行かれて隔離されるのです NTD ジャパンがお伝えしました